昨日大規模な陥没が起きた JR 博多駅前の道路では周辺の道路を封鎖しての復旧作業が続いています。中継です。博多駅からおよそ200メートルほど離れたあちらが陥没の現場です。巨大な穴を埋め落とすための作業が昨夜から夜を徹して続いています。福岡市は今朝の対策会議で埋め戻しの作業を今日夕方までに終わらせ、早ければ今週中にライフラインの復旧を目指すことを確認しました。九州電力によりますと、一時800戸に及んだ停電は今朝までにすべて復旧しています。福岡銀行で窓口や一部 ATM で取引ができなくなっていましたが、こちらもすべて復旧したということです。すぐそこなんですけど、ちょっと立ち入り禁止に解除されているかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず出勤 してきました。どれだけ仕事が溜まってるかとりあえず見に来て、でまた明日からの、今日からの対応を考えたいと思ってます、はい。現場周辺の道路の封鎖は当面続く見込みです。休業を余儀なくされている会社や店も多くあって、市民生活への影響はしばらく続きそうです。